1794年のビエル・コポルスカ放棄は、1793年の第二次ポーランド分割で、プロイセン王国に併合されたビエル・コポルスカの、ポーランド人が起こした反乱。コシチュシコの放棄と連携して、ポーランドの復興を目指したが、失敗に終わった。反乱の指導者、ユゼフ・ニエモイエフスキ1794年3月に、中央ポーランドで発生したコシチュシコの放棄の、 影響で、プロイセン領ポーランドのポーランド人は、プロイセン王国の支配を跳ね返そうと集結して、反乱を起こした。当初、ロシアと戦っていたコシチュシコは、二正面戦線となることを恐れて、ビエル・コポルスカの反乱軍を支援しなかった。当時、ポーランドは、名目上プロイセンと、対ロシア同盟を結んでいたためである。その結果、 ビエルコポルスカで計画された暴動はそのほとんどが実行に移る前に潰れた。しかし1794年4月にラツワビツェの戦いでコシチュシコがロシア軍に勝利し、これを危険視したプロイセンが6月にロシアと組んで反乱鎮圧側に回ったことで状況が変わった。コシチュシコの最高国民評議会は、 ビエルコポルスカの市民へと題した宣言を出し、ビエルコポルスカのポーランド人に武装放棄を呼びかけた。ビエルコポルスカの反乱軍は、クヤビ地方を拠点とし、一応ヨゼフ・ニエモ・イエフスキが最高司令官となったが、実際には各地の部隊が、かっこ独自行動をとっていた。反乱軍は8月20日に初めて、プロイセン軍と衝突し、8月22日には、グニエズノを占領した。 その直後、パベウスクジェフスキー率いる一軍が、ニ人周辺を制圧した。この結果、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム二世は、一時ワルシャーを包囲していた、軍を撤退させざるを得なくなった。またヤンヘンリク・ドンブロフスキ率いる一軍は10月2日に、ブイドゴシチュを占領し、ポンメルン全土をほとんど抵抗を受けずに制圧した。ドンブロフスキは、 ブイド・ゴシチュで冬を越してからトルンに移動しようと考えていたが、マチェヨビツへの戦いでコシチュシコが破れ捕らえられたことを知るとビエルコ・ポルスカを離れて中央ポーランドの戦線に加わった。機動力で優れるドンブルフスキ軍は鈍重なプロイセン軍を巧みにかわして包囲されずに済んだが、それまで彼が挙げてきた成果はわずか数ヶ月でプロイセン軍に覆された。 ヤンヘンリク・ドンブロフスキ・ドンブロフスキは、コシチュシコの後継者、トマシュバ・バブジェツキに、反乱拠点を中央ポーランドからプロイセン領ポーランドに移すようと言いたが、同意を得られなかった。1794年11月17日、中央ポーランドにおける最後のポーランド反乱部隊が、ラドシツレ、ロシア軍に捕らえられた。一方でビエル・コポルスカでは、12月半ばまで、 ゲリラ戦が展開されていた。靴屋出身ながら、ワルシャワ放棄で英雄となり、コシチュシコ軍の大佐となっていたヤン・キリニスキは、ビエル・コポルスカで、ポーランド反乱軍を再編しようとしたが、彼は、間もなく、プロイセン軍に捕獲され、ロシアに引き渡された。反乱終結後、ドンブルフスキは、ロシア軍、プロイセン軍双方から勧誘されたが、これを断り海外亡命を選んだ。 彼はフランスのナポレオンのもとでポーランド軍団を組織しナポレオン戦争で活躍した。ニエモイエフスキもナポレオン軍に当時、順勝まで昇進した。ありがとうございます。